皆さんこんにちは。僕はですね、マレーシアのクアラルンプール国際空港に来ております。外はすごい大雨ですね。スコールというか、もう今日夕方くらいからずっと雨降ってるんですけども、雷もかなりゴロゴロ鳴っています。クアラルンプールで2日間過ごしていたわけですが、今からですねシンガポールの方まで向かいます。マレーシアとシンガポールはもう接している国でして、以前はねバスで移動とかしましたけども、実はこの区間飛行機も超ドル箱路線になってて、かなりのフライト数あるんですよね。シンガポール航空だったり、マレーシア航空、エアアジアといったね、航空会社がいろいろと飛ばしているんですが、本日はですね、このクアラルンプールからシンガポールまで、アフリカの航空会社、エチオピア航空を使います。エチオピア航空、ご存知の通り、アフリカ最大手の航空会社になるんですけども、アディスアベバとシンガポールを結んでるんですよね。で、イエン圏ということを、使いまして、シンガポールとクアラルンプールの間でもね、実はこの飛行機乗ることができます。言うたらクアラルンプール発シンガポール経由アディスアベバ行きで運航されてて、その一部の区間ですね、クアラルンプールからシンガポールだけをね利用することが実はできるんですよね。で、この路線エコノミーで大体2万円ぐらい、ビジネスクラスで8万円ぐらいで発売されている路線なんですけども、フライト時間大体1時間20分になってます。タイムスケジュール上は、実際飛んでる時間もっと短いと思うんですけどもね、この超短い区間を今回はちょっとエチオピア航空使ってみようと思いました。はい、実はですね、このエチオピア航空に関しましては日本にも就航していまして、成田空港からインチョン経由でアディスアベバで運航されてて、成田とインチョンの間でね利用することもねできるんですよね。で、 LCC よりもねこのエチオピア航空が安かったりして、韓国旅行行くために日本からエチオピア航空を使って行くみたいなこともねできたりするんですけども、今回はそれのシンガポールとマレーシア版を今から利用していこうかなというふうに思います。はい、ということで初めてのエチオピア航空ですね。今度またアフリカ行くときにエチオピア航空をちょっと本格的に使おうと思ってるんですけども、本日は試乗的な感じでちょっと乗っていこうかなというふうに思っております。ということでよろしくお願いします。クアラルンプール国際空港第1ターミナルに来ております。この空港はそんなに大きな空港ではありません。フライト数ももちろんかなり多いんですけども、意外とコンパクトな感じですね。第2ターミナルはエアアジアといったね LCC が基本的に使っています。はい、でこちらにですねタイムスケジュールがあるんですけども、ちょっと今出てないですね。まだここには出てないんですけども、今回23時15分発のフライトになります。これちょっと明日の朝の便のやつがもう出ちゃってるんで、ここでは確認できません。エチオピア航空は G アイランドを使っています。あちらに出てますね。はい、エチオピア航空の639便のシンガポールって書いてますけども、最終目的地は今出てるアディスアベバになります。今回はクアラルンプールからシンガポールまでの利用ということで、かなり短いんですけども、こうやってしっかりと案内も出るんですよね。で、今回なんですけども、なんとこの短い期間ちょっと奮発してビジネスクラス乗ることにしました。はい、他のねエアアジアとかマレーシア航空、シンガポール航空を使うともっと安くねこの区間飛べるんですけども、その中で一番料金が高いんじゃないかな、おそらくエチオピア航空利用っていうのが。前からちょっと乗ってみたかったんで、試乗という意味でね今回は乗ることにしました。でビジネスクラスは右ですね。でこのねエチオピア航空なんですけども、スターアライアンスに加盟しています。つまり ANA と同じチームなので、ステータス持ってる人とかはねスターアライアンスゴールド優先レーン使えます。エチオピア航空が、今回のこのクアラルンプールとアディスアベバの間にシンガポールをかませる理由だったり、あとは日本とアディスアベバの間に韓国インチョンをかませる理由っていうのは、別にこの区間でねエチオピア航空がお客さん運びたいからってわけではなくて、単純に需要の問題です。やっぱり日本だけとかマレーシアだけとかだと需要がそこまで大きくないので、韓国とかねシンガポールを挟むことによって一つの国から二つの国を経由します、使う、そうするとやっぱ需要っていうのも増えるじゃないですか。それで需給バランスっていうのを調整している、だからこうやってね異変圏フライト使って経由便にしてるんだと思われます。別に飛行機自体もね飛ぼうと思えば全然飛べますからね、全区間ノンストップで。それではマレーシア出国して制限エリア内の方に入ります。マレーシアに関しては保安検査というのは2回受けないといけないんですけども、1回目の保安検査は超適当です。あれはもうほぼ確認みたいな感じで、実際に、しっかりとした保安検査というのは搭乗ゲート前で行います。では出国します。マレーシア出国完了しました。こちらに飛行機の模型があるんですけども、その真ん中に堂々とね立てられてる、しかも一番大きいですよね。それがエチオピア航空になります。今回の機材なんですけども、ボーイング787の -8、エチオピア航空787と A350-900 というのを主力機材として国際線で使ってます。日本線に導入されている機材も787で、今回も787です。ビジネスクラスとエコノミーの2クラス制、プレミアムエコノミーとかっていう設定はありません。はい、というわけで、今回のね、搭乗開始が22時30分で、今まだ21時半前ということでね、プラザプレミアムラウンジの方に行くことになります。明前亭とかももちろん空いてますね。で今回なんですけども、サテライトからの出発ですが、ラウンジがこっち側ということでね、出発まではこっちで過ごして、
搭乗開始が近づくと列車に乗ってサテライト C ゲートの方まで移動します。これ手前は、あ、合ってるわ、ここだね、プラザプレミアムラウンジ。昔はね、プライオリティパスも使えたプラザプレミアムですけども、もう今はね、使えなくなっています。では入ります。ラウンジ内はマレーシア航空のラウンジとかと比べるとかなり狭い、こじんまりとしてますね。なんかラウンジというか、なんかフードコートみたいな感じの雰囲気するんですけども、こちらプラザプレミアムラウンジになります。もちろん食事とかもあって、お酒もなんか飲めるみたいですね。フリーフローと書いてます。ビール、ワイン、スピリッツですね。この搭乗券を見せて酒もらってくれっていう風に言われたんで、多分一部の人だとお酒無料にならないのかな、はい、わかりませんが、多分そういう感じだと思います。バーカウンターがありまして、横にはね、パンが並んでます。で、こっちには新鮮そうなサラダですねだったり、ケーキだったり、反対側にはホットビールもあったりします。で、ここはまあソフトドリンクは無料にいるんですね。で、あそこがヌードルバーになってます。ラクサとかね、作ってもらえるみたいですね。こんな感じです。もう晩ご飯はね、食べてきたんで軽く取ってきました。どっちも麺類、申し訳ないです。あとマッシュルームスープと粉ビールですね。で、なんかあの QR コードで会員登録したらなんか無料になるって言われました。まあ、あのスタッフにね、聞けばいいと思います。はい、ではこれ食べてちょっと時間潰します。搭乗20分前なんで今からゲートに向かいます。シャワールームめっちゃ綺麗でした。シャワールームに関してはマレーシア航空のラウンジよりもね、プラザプレミアムの方が絶対いいと思います。3部屋しかないんですけども、清潔でしたね。はい、ということでアメニティもついてましたよ。あのカミソリとか歯ブラシとか、そういったもろもろね。では列車に乗ってゲート C エリアですね、まで移動です。ちょうど JAL 便の東京行きがこれからの時間帯あるんですよね。で、あと東京とか大阪に行くマレーシア航空の便もこれぐらいの時間だったと思うので、日本人の方が結構多いですね。よし、ではエチオピア航空乗りに行きましょうか。サテライト側の方に移動してきました。大体の国際線はもうこっちから出発すると思っていいと思います。 ANA とか JAL もそうですし、日本に帰るときに利用するマレーシア航空とかもこっちからの出発です。はい、では今回 C の25番ゲートということで、どっちかな、はい、右の方かな、歩いていきます。ゲート前に着きました。多分ね、ほとんどの方がシンガポールから乗ってくるんじゃないかな。クアラルンプールから乗る人は少ないように思うんですけども、どうでしょうか。こちらで保安検査があるので保安検査済まして、制限エリア内の制限エリア内に入ります。 ET639 便のシンガポールアディスアベバ行きです。22時45分になってますね、ボーディング開始が。ちょっとしばらく中で待機します。というわけで本日乗る飛行機がこちらになります。エチオピア航空のボーイング787のダッシュ8で、しかもスターアライアンス塗装になってますね。まあ、スターアラ塗装の787は多分1機とかしかないと思うので、エチオピア航空実際どれくらい持ってるのか分かんないですけども、でもかなり数は少ないです。たまたま乗れる、よかったですね。はい、ということでこちらでシンガポールまで1時間半ぐらいのフライトです。保安検査抜けた後の待合所ですけども、大体今50人ぐらいいますかね。もうまだもう少し来ると思うんですけども、まあ、でもそれでも言うて80人ぐらいなんじゃないかな。やっぱりシンガポールかませることは正解ということですよね。もしこれクアラルンプールから直行でアーディスアベマまで行くと80人ぐらいの搭乗人数しかいないわけですけども、まあ、ここにいる人たちのほとんどが多分ね、アーディスアベマまで行く人なんです。シンガポールで降りるのは多分僕だけなんじゃないかな、そんな気さえするんですけども、まあ、シンガポールからさらにお客さん拾えますから、まあ、そうすると最終的にはなんか満席近くとかになってアフリカの方まで行けるんじゃないかな。というわけで22時50分に搭乗開始になりました。いや、アフリカ行きたいけどね、ちょっと日本に帰らないといけないので、ちょっとまた暇ができたらね、アフリカにも行こうと思ってます。機内の雰囲気だけをね、ちょっと堪能できたらいいかな、まあ、あくまで市場ですからね。というわけで機内入りました。ビジネスクラスなんですけども5列ありますね。2プラス2プラス2のシート配置です。半個室タイプ、スタッカートシートとかではないですけども、まあ、全席がね、通路アクセス可能のシートになってます。いいね、エチオピア航空ロゴもしっかりと後ろに表示されてます。まあ、これで1時間20分ですからね、あっという間です。座席なんですけども若干斜めに向いてるんですよね。まあ、つまり窓側の方にシートが向いています。シートの上には
枕とブランケットかなっていうのが用意されてますね。まあ、短距離便ですけどもしっかりと準備されてます。その後ろはエコノミークラスです。座席に着きました。もちろん CA さんはアフリカの方と思われるような方がほとんどですね。もしかしたら一部違う方もいらっしゃるかもしれません。モニターはね、日本語には対応していません。日本線なんですけどもね、それはちょっと残念です。で、安全のしおりは左のポケットに入ってました。ボーイング787のダッシュ8、ダッシュ9も持ってるみたいですね。まあ、今回は短距離ですけども、また次回はアフリカ行くときに、ね、使わせてもらおうと思います。まあ、アフリカ最大手の航空会社ですから。足元もこんな感じで普通に広々してますね。まあ、先伸ばしても奥につきません。ヘッドホンがここに入ってます。まあ、てっきりあのターキッシュのエアバス A330 とか以前乗ったエアインディアの787みたいな感じのシートかなと思ってたんですけども、またこれ違いますね。斜めに向いてるんで雰囲気は結構いいです。一応まあパーテーションはこんな感じでついてるんですけども、まあ、実際隣に人がいるとちょっと、まあ、プライベート感とはもう全くないですね。まあ、グループで乗るんだったらいいんですけども、一人で乗る方で隣に人が来られるとちょっとうーんって感じのシートかもしれません。まあ、もちろんね、ほぼフルフラットには多分なると思うんですけどもね。で、コンセントどこにあるのかなと思ったら、まさかのこっち側についてました。ちょっと変わったところにありますね。あとはこのサイドポケットのところに安全のしおりだったり機内紙で、テーブルだったりリモコン、こんな感じで用意されてます。まあ、どうですかね、このシートで。シンガポールアディスアベバがだいたい8時間とか8時間半ぐらいなんで、シンガポールとかまで来るとね、アフリカって全然遠くないんですよね。まあ、エチオピアに関してはアフリカの入り口になりますから、南アフリカとかの方まで行くともっと時間かかるんですけどもね。すごいいい香りがするね。あったかいおしぼりもらいました。こういったサービス嬉しいですよね。あったかいおしぼりを提供してくれるっていうのがね、ポイント高いです。で、あとは水ももらいました。アフリカの映像が流れてますね。でもアフリカに関してはね、もちろん行ったことがないので未知の世界なんですよね。まあ、先週は南米の方に初めて行きましたけども、ものすごく良かったんで、多分アフリカもすごいいいところなんじゃないかな。あー、めっちゃ行きたい。もうこの映像を見てるだけでね、あ、ちょっとこの映像はちょっと過激でしたけども、行きたくなりますね。まあ、今の映像も過激といえどね。Hello. Hello. My name is Helen. Yes. My colleague Scalpita. Would you like some orange juice or champagne? Ah, orange juice, please. Such as. Thank you. 植物とかね、食べ物に感謝してって感じですね。で、今の CA さん、チーフパーさんの方から挨拶があったんですけども、まさかのウェルカムドリンク来ました。オレンジジュースかシャンパンということでね、今回はオレンジジュースにしています。エチオピア航空めっちゃサービスいいじゃん。もうなんか絶対いいわ、雰囲気がもうサービスいいです。Thank you. Should you require any assistance during the flight, please note this in the contact number of the crew. Please send your... Ladies and gentlemen, welcome on board the Japan Airlines flight. Jetzt scheint ab schon kein Eibern mit denen, wir kamen aus
ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጡን ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. 機内食のメニュー配られました。正直ね、ドリンク程度の提供かなと思ってたんですけども、機内食提供されるみたいです。メニュー、英語のメニューですね。で、ここかな？これドリンクか。いや、これでいいのか。ノンベジかな。クアラルンプールからシンガポールですね。読み方がいまいちよくわかんない。あ、こっちはあれだ、シンガポールからアディスアベバですね。まあ、つまり KL から乗った人は2回機内食があるということかな。まあ、今回はクアラルンプールからシンガポールなんでここになります。ノンベジですね、うん、ビーフボール、フライド、キングプロン&チキン、スキワマスタードディップついてるみたいです。エチオピアンコーヒー&ティーセレクション。なるほど、いいね。で、これがドリンクかな。ノンアルコールのドリンクがこちらになります。わお、すごい。ワインの種類です。これは長時間乗りたいな。はい、こんな感じ。エンジョイヨアミール夜間便ということで、機内食とかの提供を望まない場合はこれをね、座席に貼っておけば OK です。23時18分、プッシュバック開始です。隣にはマレーシア航空、奥には大韓航空が止まってます。ちなみにビジネスクラスは合計5人かな乗ってます。で、 CA さんもすごく親切で、動画撮ってるとね、ちょっと気使ってくれたりするんで、逆にこっちが恐縮してます。いや、本当にありがとうございます。時間もないので、ちょっと機内コンテンツも見ておきますね。映画、テレビ、オーディオ、あとはまあインフォメーションとかかな。こんな感じであります。映画はこんな感じ。まあ、日本語の多分字幕にも対応してないと思うので、ちょっと見るのは難易度高いですね。あ、でも種類は結構多いんじゃないですか。タイム36分で出てましたよね。今短すぎるでしょ。本当乗りたい。あ、でもアジアの絵、あるじゃん、日本の絵がありますよ。いいね、耳を澄ませばとかね。はい、こんな感じでした。よかったよかった、日本の映画あるんだったら助かりますね。こんだけです。これアジアの映画です。というわけで、まもなく離陸です。マレーシアとシンガポールは時差はありません。
座席のリクライニングのボタンとかはね、こちらに集約されています。まあ、個別にね倒すこともできるし、まあ、一応レッグレストもついてるんですね。あ、シートベルトサイン消えました。ちょっとまあ時間もないんですけども、ちょっとだけ座席をね倒してみようと思います。このベッドのボタンを押すとフルフラットの状態にできるみたいですね。足元のところはライトはつかないようになってるのかな。まあ、もちろんこうやって足靴脱いでね使うわけですけども、だいぶ先の方は狭くなってますね。座席倒すとこんな感じ。まあ、一応横のパーテーションのおかげで隣の人の寝顔が気になるとかね、そんなことはないですね。いや、いいんじゃないですか。もう十分です。もうフルフラットになってくれるだけでね、全然快適性変わりますから、これだったら爆睡してアフリカまで行けそうですね。時間がないので CA さんも非常にバタバタしていらっしゃいますね。まあ、言うて30分ですから、まあ、日本の国内線でもプレミアムクラスとかに乗ると機内食提供されますからね。今日は人数5人しか乗ってないので、わおトラブルですね。まあ、そういうこともありますよ。で、ドリンク聞いていただいて、こんな感じでテーブルクロスもね引いていただきました。いや、本当にドリンク程度しか提供されないと思ってたんで、普通に機内食が提供されるのはちょっと驚きです。機内食提供されました。ドリンクはねシャンパンの方をねお願いしました。まさかこの短距離でシャンパン飲めるとは思ってなかったんでちょっとびっくりしてます。エビにビーフボールとあとチキンですね。で、このソースがマスタードソースになります。まあ、いわゆるアペタイザー程度の提供ですかね。いや、もう十分です、これだけでもね。いや、本当にありがとうございます。エチオピア航空の機内食、なんか時間伸びてあと37分とかになってるんで、まあ15分ぐらいかけてねゆっくり食べようと思ったら食べれるんで、そんなになんかもうねすぐ駆け込んでみたいな感じではないですね。まあ、ゆっくりいただきます。食後にホットコーヒーもいただきました。紙コップでの提供になるみたいですね。 The New Spirits of Africa ということで、アフリカを代表するエチオピア航空ですからね。いや、CA さんもね非常に親切で、あの、もう文句のつけどころなしです。この短時間でちょっとエチオピア航空好きになりましたね。やっぱいいわ、エチオピア航空結構みんないいよいいよっていう風にね聞いてたんですよね。で、機内食が美味しいとかっていうに聞いてたんですけども、まあ、さっきの機内食も、まあ、量はね少ないですけども非常に美味しかったですし、これはもう次回長距離線ですね、乗りたいです。てか乗ります。今回はさすがに短時間のフライトなんで、ブランケットとかねそういうのは使用していません。もう枕もね横に避けています。こんな短時間でわざわざ開けちゃうとね片付けさせるのが申し訳ないので。でも周り見てみるともう寝てる方も結構多いですね。そんな感じです。まあ、この後シンガポール出発は多分1時とかになってくると思うので、もうそれこそガチガチの深夜便なんですよね。で、機内食はシンガポール、アディスアベバの間で2回提供されるんで、まあ、結構過酷なフライトではありますよね。まあ、機内食いらないという人も結構多いんじゃないかな。0時12分なんですけども、本当あっという間でしたね。もう着陸態勢に入りました。まもなくシンガポールチャンギ国際空港に到着です。エチオピア航空は夜間の離着陸時は機内の照明をね落とすみたいです。まもなくシンガポールチャンギ国際空港に着陸です。
gentlemen, welcome to Singapore Changi International Airport or Jakarta and this quest and passing for your safety and comfort, you remain together with the space passenger until the passenger signs off. We remain to wait until you enter the terminal to use any electronic devices or to smoke in the designated areas. To check out on your seat for any personal belongings if you have brought aboard with you. And use caution on a please over the beast as the baggage may have shifted during the flight. On behalf of the paralyzed and perhaps tireless, Captain Abo, Captain Victor and the entire crew, I would like to say goodbye to all our passengers, Cloud9, Shiva, my platinum and star and school members who will be disembarked at the station. はい、ということで降機します。ドアが開くのを待ってるところです。まあ、座席としては隣に人がいなければ最高のシートだと思います。まあ、隣に人がいるとちょっと気まずいかな。まあ、そんな感じですけども、まあ、深夜便だったら言うて寝るだけなんで、まあ、正直隣に人がいようがいまいがそんな関係ないかなとも思ったりもします。というわけで飛行機降機いたしました。僕は今回ね、このシンガポールがファイナルデスティネーションなんでこのまま入国するんですけども、アディスアベバに行く人に関しても1回全員降機させられます。でシンガポールチャンギ国際空港に関しても保安検査っていうのがね、搭乗ゲート前で行うので、もう1回ねクアラルンプールから乗ってきた人はここで保安検査を受けるみたいです。ちょっとめんどくさいですよねそれは。でもまあまあ経由便なんで仕方ないかな。基本的にその機内に滞在したまま、ね、次のフライトまで待ってるっていうことができないみたいです。全員降りるって感じですかね。で次のこのアディサベバ駅が2時ちょうどに出発するみたいなんですよね。2時発ということで、まあ、だいぶ時間があります。今12時半過ぎなんでね。なので、まあ、ちょっとシンガポールで買い物したりとかもできますね、うん、乗り継ぎの人はそんな感じになってます。乗り継ぐ人はあの降りたところでスタッフの方がいるんで、スタッフの方に言うとなんかトランジットカードみたいなのもらってました。はい、そんな感じです。では僕はですね、このままシンガポールに入国するということで、この列とはお別れしてね、入国の方に進みます。ちなみになんですけども、エチオピア航空に関しては第2ターミナルに到着となりました。で第2ターミナルっていうのは基本的にシンガポール航空の東南アジア路線、まあ、つまり短距離便が利用しているターミナルになるんですよね。僕も以前からね、何度かこのターミナル紹介してますけども、なのでシンガポールからのエチオピア航空乗る際は間違えないようにしてください。第3ではなくて第2ターミナルになります。でこの2時ちょうど発ですね、エチオピア航空、便名は同じ639便としてアディサベバに向かうみたいです。1個上はエアインディアで、このエチオピア航空のフライトが今日のフライトの最後ですかね。もう次は朝6時20分発のジャカルタ行きの SQ までありません。こんな感じ、さすがシンガポールですね。まあ、正直クアラルンプールと比べても全然フライトの数っていうのがもう桁違いに違いますね。シンガポール入国完了しました。シンガポールね、入国するときはアライバルカードっていうのをオンラインで、書く必要があります。まあだいたい 2,3 分もあればね終わるんで、入国のレーンに行く手前に QR コードを読み込むところがあるので、そこでね QR コードを読み込んで書けば OK です。はい、ということで今回なんですけどもね、エチオピア航空使いましてマレーシア隣からですねシンガポールまで移動してきましたけども、本当あっという間のフライトでした。実際シートベルトサインが消えてるのは30分もなかったと思うんで一瞬に感じました。やっぱこの距離は、ね、飛行機で移動となると早すぎます。バスで移動してもねそんな時間かかんないですからね。以前はバスで移動しました。概要欄に URL 貼っておくんで、もしよかったら見てみてください。はい、ということで今回なんですけどもね、時間がないのでアフリカに行くことはできなかったんですけども、まあ、今年中にまたアフリカには行こうと思ってるんで、その際はエチオピア航空ですね、まあ、それこそ成田空港から、ソウル経由アディスアベバに行くフライトをちょっと使いたいなというふうに考えているので、またその時もよろしくお願いします。で先ほども言いましたけども、成田ソウルでもねエチオピア航空実は利用することというのはできます。 LCC よりも安い料金で設定されてて、片道1万円で飛べたりする時っていうのもあるので、エコノミーだったらもしよかったらね、韓国旅行とかも検討されている方はね、アフリカ気分も若干味わえるエチオピア航空使ってみてください。はい、ということで今回ねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。エチオピア航空最高でした。